マンハッタン、マンハッタン、マンハッタンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市の地区名で、ハドソン川川口部の中州である、マンハッタン島、マンハッタンアイランド、あるいは、マンハッタン島が大部分を占めるマンハッタン区、マンハッタンボローのことである。ニューヨーク州のニューヨーク軍、ニューヨークカウンティの軍域もマンハッタン区と同じである。マンハッタンは、ニューヨーク市の中心街とされる。 ニューヨーク州の行政上の州都は、ニューヨーク市のほぼ真北メ3 3ル百145マイルにあるオールバニに置かれているが、アメリカ最大の都市圏人口を背景にした、経済、文化面の影響力にり、ウォール街を要するニューヨーク市のマンハッタンが、ニューヨーク州の中心であるとも言える。ニューヨーク市を構成する5つの行政区の1つであり、ニューヨーク市役所の所在地である。 他の4区は、クイーンズ区、ブルックリン区、ブロンクス区、スタテンアイランド区である。5番街やタイムズスクエアなどの繁華街があり、世界中からの観光客を引きつけているほか、世界を代表する金融街の一つであるウォール街がある。また、国連本部はマンハッタン島に置かれているが、この土地は全加盟国で共有する国際領土となっている。 一般的にニューヨークといえばニューヨーク州ではなくニューヨーク市とりわけマンハッタンを意味することが多い。マンハッタンはアメリカ最大の都市圏人口を持つニューヨーク市約800万人の中心であり人口は約160万人と推定されている。イタリア系やユダヤ系、中国系、プエルトリコ系など多くの人種が混在する街であり、 地域ごとに異なった文化が形成されている。また、人種のルツボ、ビッグアップルなどと称される。またニューヨークでは、シカゴと共に19世紀後半から世界に先駆けて、高層ビルの建設が始まり、マンハッタンには多数の超高層ビルが密集している。これらは、マテンローと呼ばれ、象徴的なマンハッタンの景観を形成している。マンハッタン区は、 マンハッタン島と小さな諸島、ルーズベルト島、ガバナーズ島、エリス島、ランドールズ島、ワーズ島、ズ島ミルロック、ウタント島、そして北米大陸の国一部地域からなる。マンハッタン島は西をハドソン川、東をイースト川とハーレム川、北をスパイテンダイビル川、およびハーレム川運河、南をアッパーニューヨーク湾によって囲まれている。幅は 約4トル、長さ約2 0トルで、ほぼ南北方向に細長い形状をしている。面積は5 8 8トルで、東京の山手線の内側、約6 4トルに、ほぼ相当する。ブロンクスに隣接するもかつては、マンハッタン島の一部であったが、スパイテンライビル側の付け替えにより現在は、マンハッタン島から分離している。 マンハッタン島は一枚の岩盤から構成されており、島の大部分を構成している。基板岩はマンハッタン変岩、マンハッタンシストと呼ばれるキララの結晶変岩である。この岩は強度が高く、その構成成分の変成岩はパンゲア大陸が形成された過程で作られた。この岩盤上は高層ビルの建設に適しており、ダウンタウンとミッドタウンの表面はこの岩石に飛んで、 いためこれらのエリアには高層ビルが多く立ち並んでいる。セントラルパークにはマンハッタン沿岸の路頭がありはその一例である。地形は沿岸部に向かってごく緩い傾斜があるほかダウンタウンからアップタウンに向けては緩やかに登る地形となっている。これはコロンビア大学付近を頂上としモーニングサイドハイツなどの交渉を抜けると北に向けて大きく下がりが谷間となる。 そこから北は再び高度は上がり、マンハッタン北部のインウッドまで高台が続く。埋め立ては沿岸の不当部分などに限られている。ルーズベルト島はマンハッタン島の東を流れるイースト川の中洲であり、南北に細長い島である。その先はクイーンズ区となる。ニューヨーク市地下鉄の駅があり、マンハッタン島とはルーズベルトアイランドトラムウェイ。 ロープウェイでも結ばれている。ガバナーズ島はマンハッタン島の南のニューヨーク湾にある。かつてはマンハッタン島の至近距離にありながら沿岸警備隊の中枢施設があり、公共輸送機関はなかった。しかし2003年1月に国から州及び市へ1ドルで売却され、一般に解放されて、現在ではマンハッタン島南端のバッテリーパークからフェリーが運行されている。 イギリス植民地時代の総督の保養地であり、独立戦争では大英軍のための要塞、南北戦争では南軍の捕虜収容所となった。エリス島はマンハッタン島の南西部ハドソン川川口付近にあり、移民博物館となっている。こちらへもバッテリーパークからフェリーが運行されている。いずれの島もマンハッタン島との間の橋はない。ルーズベルト島は、 クイーンズにつながる橋がある。橋の数が少ないのは意図的なものでマンハッタンからの経済流出を防ぐためである。そのためマンハッタン区とその他のニューヨーク市区域の光景は大きく異なる。東側のイースト側にはクイーンズ、ブルックリン地区と結ぶ5本の橋が、ハーレム側には15本の橋がかかっている。また地下鉄の線路が7本走る。これに対しニュージャージー州、 西側、ハドソン側には、橋が一本、道路トンネルが2箇所、鉄道トンネルが2本通っているのみである。これは、イースト側は市内を流れる川であるのに対し、ハドソン側は州を区切る川であることによる。合衆国において、州が独立性の高い構成単位であることを示していると言われる。マンハッタンの名は、インディアン部族のデーラウェア、レナペゴの丘の多い島を意味する。 マンナハテ、マンナハタに由来するとされる。一方、エナペ族は宣教師のジョン・ヘッケウェルダーに、マナホタネンク、マナハクタニエンクから来たと説明している。これは、我々が皆、酔っ払いにされた島という意味である。井戸としては、日本の青森県に位置し、やや冷涼な気候ではあるが、区分上は、温帯気候である。ハリケーンの震度に当たることもあるが、 大西洋岸を北上する途中で勢力を弱めることが多い。夏場には夕立ちが多い。梅雨がないので、降雨量は日本に比べ少ない。冬場の冷え込みは厳しいが、降雪はそれほど多くない。降った場合でも街の熱と除雪によりすぐに除去される。気温は日中でも摂氏マイナス10から15度ほどになる。沿岸都市のため。 海から吹く風が強い日が秋を中心に見られ、体感温度を下げる。湿度は比較的低い。都市部特有のヒートアイランド現象の影響がある。秋、冬は北方からの冷たい空気、夏は大西洋南方からの暖かい空気により、気温の変化がもたらされる。ニューヨーク州はアメリカ建国13州のうちの11番目の州である。もともとこの地には、 レナペ族、デラウェア族、ワッピンガー族などのインディアン部族がウィグワムによる移動型集落を形成し、トウモロコシや豆、カボチャなどを栽培し、狩猟採集の生活を営んでいた。領土的にはレナペ族がほぼ独占していた。地図上の南北を表す向きからマンハッタン島内の最南端ロワー,ーマンハッタンを中心にダウンタウンと呼び、北側をミッドタウン及び、 アップタウンと呼ぶ。これは日本語の上り、下りに該当する。ニューヨーク市地下鉄などの交通機関での行き先、方面表示にもダウンタウンアップタウンの表記が使われる。一方、マンハッタン島内の東西に走るバス、地下鉄などはと呼ばれる。ブロードウェイはマンハッタン島の最南端から最北端まで貫く通りで、もともとはインディアンの小道であった。 日本語ではマンハッタンにおける東西方向の道、クロスタウンストリートに付けられる名称、ストリートを町目、南北方向の道であるアベニューを番外と呼称するのが慣例となっている。ニューヨークに関する著作の多い作家、時は新平は次のように述べている。マンハッタンの数字のストリートについては僕は長目と訳してきた。例えば、 4カンドストリートを42丁目と訳せるのが嬉しいのだ。ストリートに対応する丁目というのがあるのは素晴らしいことだと思う。中略ニューヨークを舞台にした小説を読んでいて、57番ストリートとか42番ストリートと訳してあるのを見ると、途端にページを閉じてしまいたくなる。フィフスアベニューは、僕は5番街と書く。パークアベニューは、 パークアベニューでパーク街と書くことはない。パーク街ではなんだかミスボらしい感じがする。マディスンアベニューはマディスン街と書くこともある。マンハッタン島内で一番大きな数字の通りはストリートは220丁目まで含めたマンハッタン区では228丁目でアベニューは13番街である。当初の八百十一年委員会計画では百十五丁目までの予定だったが後に マンハッタンの北端の220丁目まで、格子状道路は拡張された。東から西へ、または南から北へ進むにつれて数字は増えていく。これらのアベニューの道幅はで、クロスタウンストリートの道幅は通常だが、そのうち15話の道幅で作られている。両方向通行の34丁目、42丁目、57丁目や、などがそうで、 これらの通りはショップが充実している。クロスタウンストリート間のブロックの幅は約で、アベニュー間のブロックの幅は約話である。マンハッタンの大部分の通りは厳密な格子状に計画的に作られた結果、マンハッタンヘンジ、ストーンヘンジの派生後と呼ばれる現象を年に2回見ることができる。これは、その東西の通りは、真の東西方向から約28.9度、 傾いているため、下地を挟んで、約20日前後の日は、太陽が東西の通りのちょうど中心に沿った地平線に沈むという現象である。マンハッタン返事が起きる日没時には、ビルの間をまっすぐ太陽の光が伸びてくるのを目にすることができる。マンハッタンはその特徴などから、さらに細かく特定のエリア、ネーバーフットを指して、以下のような名称、愛称が付けられている。 地区ごとの特徴はリンク先項目及びマンハッタンの地区名の一覧を参照のこと。マンハッタン島内における主要な通りの住所を見つけるにはマンハッタン住所参法が一般に用いられる。これはニューヨーク市の電話帳やガイドブックのほか、エンティバスの地図でも用いられている。ニューヨーク証券取引所やウォール街が代表するようにシティグループや CBS、メットライフや モルワン・スタンレーなどがひしめくアメリカの経済の中心地であり、アメリカを代表する大企業の本社が多数存在する。メディア、ファッションや広告業界の世界的な中心地の一つであり、また芸術面でも大きな影響力を持つと評価されている。マンハッタンには多くの世界的に有名な美術館や博物館が所在しており、その芸術コレクションは 世界有数である。また劇場やコンサートホールなどの文化施設も充実している。ニューヨークはシカゴと共に1880年頃から1930年頃までに建てられた初期の高層ビルが多く存在する街である。このためマンハッタンではネオゴシック様式、ボザール様式やアールデコ様式といった特徴的な初期の高層建築を近代的なビルと共に見ることができる。 クライスラービルディングとエンパイアステートビルディングはアールデコ様式代表作であり、リーバハウス、国連本部ビルとシーグラムビルディングはインターナショナルスタイルの代表作であるとされる。シカゴのシアーズタワーが1973年に完成するまで世界一高い高層ビルの多くはマンハッタンに建てられたビルであった。マンハッタン内ち及び周辺エリアの住人の 平均収入が高い上、世界各国から観光客が集まるため、これらの高所得層をターゲットにしたデパートやブティック、ショッピングモールが多数存在する。アメリカの金融、メディアの中心地であるだけでなく、上記のように多数の観光名所があるので、ランドマーク的な最高級ホテルから、国際チェーンの大規模、ホテル、デザイナーズホテル、長期滞在用の格安ホテルまで揃っている。 ビジネス、観光客のいずれもが年間を通じて訪れるのでホテルの稼働率は極めて高い。特に高級ホテルは国連総会の期間中の稼働率が高くなる。マンハッタンは全米で最も自動車の所有率が低い地域として原油価格の高騰などでも他の地域に比べれば比較的経済的ショックを受けにくい耐久力を持つと言われる。アメリカの都市では 例外的に公共交通機関が発達している点が理由として指摘される。マンハッタンの公共交通機関は、エンティ・メトロポリタントランスポーテーションオーソリティが運営する地下鉄とバスが主である。料金は地下鉄、バスともに1回2.75ドルの固定運賃制で、1回乗車券のほか、一定金額をプリペイド方式でチャージ可能なペーパーライド、 一日乗車券、期間乗車券、定期券に相当する、アンリテッドメトロカード、期間内制限なしに乗車可能が7日31ドル、30日116.5ドルで、販売されている。乗車から2時間以内にされる、対向方向以外への乗り換えであれば、追加料金はかからずに乗り換えることができる。地下鉄、バスともに、ラッシュ時の混雑はあまりひどいものではない。 朝のラッシュ時でも乗車率は約120%で身をひしめき合わせるほどではない。その他の時間帯の乗車率はおよそ60%である。タイムズスクエア駅などが比較的大きいが新宿駅の5分の1程度の大きさである。地下鉄でのアナウンスは少ない。旧来型の車両の場合、地下鉄の車掌が早口で次の駅名と、 ドアが閉まることを告げるが聞き取りに行く,くことが多い。新しい車両の場合には、録音音声によりアナウンスされ、車内に設置されたディスプレイでの表示と合わせ、改善が見られる。地下鉄駅のプラットフォームでのアナウンスは、例外的で、車両が到着する際の案内は、ほぼない。また、バスの車内ではアナウンスは、原則ない。乗車時に運転手に依頼すれば、 特定の目的地に到着した際に教えてはくれる。マンハッタンには地下鉄が張り巡らされている。地上の交通が交通渋滞によりスムーズでない場合には一番早い移動手段となることも多い。タクを走る G を除くすべての地下鉄はマンハッタンに通じている。各路線は 1.23NRW などの基盤号と路線の色で区別されている。 同じ区間を走っている場合でも、ローカル、各駅停車とエクスプレス、急行には別の基番号が振られている。例えば、R と N は同じ路線を走る、各駅停車と急行である。原則として、終日運転である。時刻表は、ウェブサイトなどに存在するが、駅構内などに掲示はなく、運行上も時刻を意識しているようには見えず。 列車の運行頻度を予測するのに役立つ程度である。列車の運転間隔が待ち待ちになりやすく、時間調整のための長時間停車や運転間隔を詰めるための停車駅通過などが行われる。これらは随時行われるが、通過運転を開始する際には、駅停車中にアナウンスがある。また、ホームに侵入してきた列車が警笛を散発的に鳴らしている場合には、 停車予定の車両がそのまま通過することが多い。マンハッタンを南北に走る路線は、南港をダウンタウン、都心方面、北港、アップタウン、郊外方面と呼称される。マンハッタンを東西に横切る場合や、マンハッタンを離れて走る場合には、ブロンクス方面などの地区名で指定されることもある。終着駅が明示されることは少なく、従来型の車両では、 上り下りの表示の区別はされていない。地下鉄は治安や衛生の点で悪名が高いが、治安や車両の衛生面は近年改善されている。車体、車内への落書きもかなり目立たなくなっている。ただ、駅施設は全般的に古く、汚いことが多い。マンハッタンうちでは日中に危険を感じる場面は少ないが、深夜。 早朝などは利用者の数が少なく、運行本数が減少するため危険な場所であると理されている。また、四角などになる場合を避けるため、換算時には、ホーム中心部などの指定場所に手待つことが推奨されている。ターミナルなどの大きな駅を除けば、公共用のトイレはほぼ設置されていない。地下鉄の車両は徐々に更新されており、比較的新しい車両が多い路線もある。 従来型の車両は非常に古く汚れていることも多い。椅子はすべてプラスチック製でクッションはなく、手すりはあるが、釣り革はない。冷暖房が壊れていることも多くある。ドアの開閉は無造作で無理やり閉じるドアに体をこじ入れる駆け込み乗車見られる。車掌はほぼ中央の車両に乗っている。エレベーターが未だ設置されていない駅も多いため、車椅子の乗客が 階段の上、または下にいる場合、一番近くにいる男性客4人が手助けをすることが規範であるとされ、進んで実践する人々も多い。アメリカの多くの都市におけるバスは、自家用車を所有できない、貧困層や学生、新住居者の移動手段であることが多いが、例外的にマイハッタンでは、一般住民や旅行者にも広く使われる公共交通とっている。 地上を走っているため明るく、比較的安全な乗り物と考えられている。車両は、標準的な車両が用いられており、比較的古いものではないことが多い。地下鉄同様に24時間運行され、すべてのバスが、障害者、高齢者や車椅子のための昇降機を備えている。必ず、車椅子の乗客を最初に乗降させる決まりがあり、運転手が、 車椅子の乗客の乗降をサポートする車椅子用乗降エレベーターは後部ドアに設置。盲目者の乗客が停留所にいる場合、盲目者に合わせて停車する。地下鉄と共通のプリペイドカードを使用でき、相互の乗り換えも可能な場合がある。マンハッタン内部では短い間隔で停留所が設置されているが、停留所名は一般になく案内する、車内アナウンスない。 慣れていない場所などでは、乗車中も自ら現在位置を把握している必要がある。中心部などでは、交通渋滞や路上駐車などが原因で、慢性的に交通の流れが悪い箇所が多数あるため、時間帯などによっては、極端に時間を要するルートもある。エクスプレスというバスが運行しており、地下鉄が通じていないスタテンアイランド区などと往復している。 観光バスのようなバスでの運行が多いが、乗車料金が5ドルで、アンリミテッドカードは使用できない。地下鉄が運休などをした時には、振り替バスが走る時がある。ニューヨークを特徴づける黄色の車両のタクシーは、中心部の日中であれば、相当の台数が走っており、街角で空車を見つけて利用することも容易である。遊国の劇場周辺や運転時など、 多くの人間が集まるエリアや状況、時間帯には極端に空車が少なくなることも多い。慢性的に交通渋滞や混雑が発生しているので、所要時間を読みにくいが、ドアツードアで滞在地から目的地まで車で移動できるため地下鉄、バスに比べ安全性は高い。日本でのタクシー料金に比べて運賃は割安である。料金は初乗りが2.5ドル。 その後は5分の1マイル、321メートルごとに40セントが追加され、低速で走行している場合には時間制として60秒に40セント追加される。深夜料金は50セント割増しのほか、平日夕方のラッシュ時には追加料金として1ドルが請求される。橋、トンネルや高速道路の料金は別途請求される。また、チップとして一般に、 運賃の10から20%を追加して支払う。通常は、キープ・ユア・チェンジ、お釣りは取っておいてといって、お釣りがないようにして支払うケースが多い。100ドルなどの高額紙幣での支払いは、運賃が高額でお釣りが少ない場合などを除き、拒絶されることも多い。マンハッタン以外の宅や、マンハッタンでも治安が悪い場所にはほとんど走っていない。 屋根の上のタクシーの番号を示す部分のランプがついて、いるのが空車だが、オフデューティーのランプも点灯している場合は改装である。ドアは自分で開閉する。人数や行き先などで公然と乗車拒否されることも珍しくないが、チップの交渉により乗車できる場合もある。目的地がニューワーク空港などの州外になる場合には、州外の営業が禁止されているため帰りの 費用相当として2倍の運賃を求められることもある。この場合、州外へ出る橋やトンネルまでの分は無関係であるため、そこまでの料金を確認する習慣がある。タクシーの運転手は70%強が移民一世であると言われ、あまり英語が綺麗でない場合も多い。16と60、6ンと60のように紛らわしい言葉は16。 60などと確認した方が無難である。また、観光客だけでなく、地元民にとってさえ著名な建物やホテル名などを、目的地として告げても理解されないことも、他、中心部であれば番外と町目で指定し、それ以外であれば道路名と番地に加え、大まかな位置は指示できるようにしておく必要がある。紙に番地を書いて見せたり、地図を指したりすればより間違いない。 日本のタクシーとサービス面で大きく異なるのは乗車拒否が日常的にあることである。特に深夜などに顕著であり、運転手は車を止め窓だけを開けて目的地を客に尋ねる。そして目的地がマンハッタン以外や治安の悪い場所の場合、ノーと言ってそのまま走り去ることがある。ニュージャージー州などには深夜は100%乗車拒否されると言っても過言ではないため、 滞在地がマンハッタンでない場合は、深夜の交通手段は他の帰宅方法を用意しておく必要がある。2007年末よりカーナビを搭載した車両が出始め、後部座席で現在地の確認、ニュースなど、複数の情報が見られるディスプレイが設置された。数年後にはすべてのタクシーに設置する予定である。しかし現在カーナビを搭載していない車両も多く、 ニューヨークのタクシードライバーは、近年の東京の新人ドライバーと比べても劣るほど、道落ちないため、利用者も最低限の道案内をできるようにした方が、良い。空港などでは、正式な認可を受けていない、ジップシーキャブ、白タクと言われる違法タクシーが、客引きが、トラブルの原因と考えられている。正式な認可を受けたタクシーは全て黄色に、塗装されている。 正式なタクシーの場合でもメーターが正常に作動しているかを確認すべきであり、運転手がメーターの不作動や遠回りなどの違法行為に行った際は登録番号を控え通報することで対応をしてもらうことができる。マンハッタンでの自家用車の保有率はアメリカで最も低いが面積が狭く人口密度が高いため交通量は多い。車両は右側通行である。 マンハッタン内の道路の多くは一方通行であり、対面通行は一部の比較的大きな通りに限られる。アメリカでの一般とは異なり、マンハッタン内では赤信号時の右折は禁止されている。警察官による駐車違反の取り締まりは厳しい。また、トラフィックポリスという警官がおり、交差点で笛を吹き自動車を誘導する。信号機が動作していても渋滞緩和のため、 時間帯によって交通量の多い車線を信号が赤であっても通行させて交通の流れを向上させる役割を担う。短期滞在なら国際運転免許証と他国の免許証により自動車を運転することが認められるがニューヨーク市で車を所有するにはニューヨーク州の免許が必要となりアメリカのいくつかの州と同じく他州の免許証を保持していても認められない。 他州の免許からの書き換え以外は他国の免許からの書き換えであっても新規取得と全く同じ手続きや講習が必要でる。バイクの数が非常に少ない。理由は盗難に遭いやすいこと、強盗などから運転者の保護がなされないこと、マンハッタンの交通事情から危険であることなどが挙げられる。その他にはアメリカではバイクは日常的な乗り物ではなく、 娯楽的な乗り物の扱いであることなども考えられる。マンハッタンは南北に長く、東西に短い島のため、東西への移動距離は少ないので、東西に走るクロスタウントラフィックは基本的に道幅が狭い。東西方向の高速道路はのみで過去に持ち上がったとの計画は破棄された。近年、マンハッタン内の道路脇に自転車道の整備が進んできている。 マンハッタン島の東、イースト川を越えた土地は、クイーンズ、ブルックリンなどを含む東京都ほどの東西に伸びる、細長く大きな島ロングアイランドである。その島を走る鉄道が、ロングアイランド鉄道である。ロングアイランドにはニューヨーカーに、人気のジョーンズビーチなどがあり、彼らの気軽な海水浴、ピクニックの場所となっているほか、ロングアイランド鉄道は、 毎日740本の運行本数と26万人に上る乗客数で通勤としても使用されている全米最大の鉄道である。マンハッタンからの乗車は7番ストリート &33 丁目のペンシルベニア駅、通称ペンステーションから乗車できる。この駅は他の電車も発着しているが、名前の頭文字を取ったエライダブリハーという電車に乗る。 地下鉄の駅と接続されているが、地下鉄が汚く古い駅なのに対し、ペン駅は近年改装を終えたばかりの非常に綺麗で、清潔な場所である。しかしトイレの汚さは、想像を絶するものがある。切符は、駅の窓口のほか電車内でも購入できるが、窓口が開いている時間は3ドル割今しになる。地下鉄と違い料金は行き先によって異なる。ラッシュアワー。 平日午前6から10時、午後4から8時以外のオフピークチケットは30%割引になる。5から11歳は半額。65歳以上は各種割引がある。グランドセントラル駅から発着しており、NY 州アップステート、コネティカット州、マサチューセッツ州など北方に向かう鉄道である。ハーレームライン、ハドソンライン、ニューヘブンライン、ニュージャージー州は、 マンハッタンのまとなりにある州であり、そこからの通勤者、通学者も非常に多いが、ニューヨークとは州が違うため、ニューヨーク市地下鉄は通っていない。そのため、ハドソン川を越える交通機関がある。パス鉄道、ポートオーソリティトランスハドソン、ニュージャージー交通、ニュージャージートランジット、バス、フェリー、マンハッタンの南、 自由の女神が立つリバティ島のさらに南にニューヨーク市のスタテンアイランド区がある。アメリカならではの住宅街が広がる完全な島であり、マンハッタンとを結ぶ橋、トンネルはなく、ブルックリンに巨大な橋がかかっているのみである。スタテンアイランドフェリーはすべて無料。マンハッタンの夜景や自由の女神を横切って走るフェリーはニューヨーカーたちのビュースポットでもある。 二から三台運行しており、二十分間隔ほどで往復している。同等に陸路で行く、ルート例としては、地下鉄でブルックリンまで行き、そこからバスで橋を渡る。イースト側のピア6にあるマンハッタンの公営ヘリポート、ダウンタウン、マンハッタンヘリポートと、ニュージャージー州のニューワーク国際空港との間を、ヘリコプターシャトルが8から10分でんでいる。 マンハッタン区の教育は多くの公立及び私立の機関によって行われている。区内の公立学校はアメリカで最も大きな公立学校システムであるニューヨーク市教育局によって実施されている。チャータースクールに早がある。また2011年時点ではノーベル賞受賞者の輩出数が世界一多いコロンビア大学をはじめ、その他大学がマンハッタン区に校舎を構えている。 主な教育機関、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。